あの頃、俺はひたすらに迷い、焦り、自分自身に憤りと失望を感じていた。リン、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 リンさん、リン。それほどまでに眩しかったのだ。七組のみんなと学院の仲間たち、厳しくも温かい教官や先輩たちや、実習を通じて知り合った各地の人々、共に過ごした彼らとの青くみずみずしく全てが輝いていたような日々が。だがそれは一発の銃声とともに終わりを告げた。言わせるかよ。灯された火は瞬く間に燃え広がり、途方もなく大きな炎へと変化する。見事だ。ささやかで、そして何者にも代えがたい、これからも続くはずだった俺たちの時間。響け響け、とこしえに。夜のしじまを破り、全てのものを美しき世界へ。大切だった何もかもを飲み込み、全てを灰と化してしまうかのように。俺の本分は C、 学院生クロウ・アームブラストはただのフェイクさ。その時の俺はまだ何も知らなかったのだ。共にある喜びも別離の悲しみも、誰かを愛おしく思うことも、届くことのなかった思いと己の無力さに苛まれながら、ただひたすらに燃え盛る炎に抗い続けていた。ここは、俺は一体、確か今まで戦って、夢？そんなわけないでしょ。ようやくお目覚めね、リーン・シュバルツァ。君は？あいにくだけど、これは夢なんかじゃない。過酷で冷酷で残酷な、嘘も偽りもない現実よ。ぐずぐずしている暇はないわ。ケルンが傷ついたことで彼はしばらく動けない。まずは自分の身を守ることを考えなさい、ハイノライザー。
灰のライザー？何を言ってるんだ。いや、説明してくれ。一体何がどうなっている？その巨大な人形は何だって言うんだ？そもそも君は一体？説明するから落ち着きなさいっての。あんたは選ばれたのよ。古より伝わる大いなる力、その一端にね。大いなる力？そう、帝国の古い伝承の一つ、大いなる騎士の由来となった存在。時に最悪を退けて人々を守り、時に全てを破壊し支配する者。彼はその一角、灰の騎士と呼ばれる者よ。灰の騎士バリマール。そう、あんたはすでにその名前を知っていたはずよね。そして貴族派という勢力にはそれとは別の力が伝わっていた。青の騎士オルディーネ、あんたが挑み敗れた相手よ。わけがわからない。みんなどうして？クロ、はあ、私もすっかり騙されたもんだわ。まさかあのお調子者が青の騎士のライザーだったとはね。しかも相当乗りこなしてたし、これも執念の賜物ってやつかしら。おい、起きてくれ。俺の言葉が聞こえているんだろ。俺をトリスタに、みんなのところに返してくれ。今は無駄よ。言ったでしょ、あの戦闘でケルンが傷ついたって。おまけにこんなところまで飛んできて完全に力を使い果たしちゃったの。初めての動機で消耗しきったあんたの回復を優先したみたいだし。ここはノルティア州の北方、アイゼンガルド連邦の一角か。よくわかったわね。さすが山育ちのだけはあるじゃない。ってどこに行くのよ。このまま進んでいけば峡谷は抜けられそうだな。ねえ、待ちなさいってば。あんなところに彼を置いてくつもり？なんとか言いなさいよ。ひょっとして怒ってるわけ？別に、こちらの意思を無視して勝手なことをしてくれたと思っているだけだ。あの場合は仕方ないでしょ。あそこで離脱しなきゃあんた確実に死んでたわよ。下手すれば彼まで失うところだったんだし、感謝してほしいくらいだわ。もういい。とにかく一刻も早くみんなの元に戻らないと。このままオネズタイに降りていけば街道に出られるはずだ。無駄だと思うけどね。あれからかれこれ1ヶ月は経ってるし。なんだって？バカなことを言うな。そんなに立っているわけが。はあ、だから言ってるじゃない。いい？初めての動機であんたが消耗しきっていたの。それこそ
下手すれば命に関わるくらいにね。それをたかが一月程度で歩けるまでに回復できたのは彼、肺の鬼神のおかげ。わずかに残っていたマナを全部あんたの回復に当てたのよ。ちなみに私も付き合ってあげたんだからね。お礼を言われるならまだしも恨まれる筋合いはないっての。そんな、あれから1ヶ月だって。それじゃあトリスタは、士官学院のみんなは一体。あ、ちょっと、今更だが聞いておく。君は一体何者だ。どうしてそこまでいろいろなことに通じている。まさかこの期に及んで普通の猫とは言わないよな。そういえば言ってなかったわね。私はいわゆるスカイマってやつよ。ヘクセンブリードをサポートし、使命の手助けをするね。魔女、帝国に伝わる伝承の一つか。大いなる騎士といい、まるでおとぎ話の世界だな。事実は小説よりもってね。まあ信じたくなければ別に構わないけど。こうして話までしている以上、今さら疑う理由もない。要するに君のご主人エマは魔女だった。つまりはそういうことか。まだまだ新米だけどね。それとどちらかっていうと私の方がお目付け役ね。事情があるのはみんなうすうすさしていたけど、委員長が魔女、突拍子はないけどしっくりくる言葉ではあるな。ん？どうかしたの？いや、なんでもない。とにかく先に進もう。ここは、やっぱり見覚えがある。以前ユン老師に連れてきてもらった場所だ。それって確かあんたの剣の師匠っていう？ああ、ユン・カーファイ老師。八王一刀流を開いた剣仙とも呼ばれる人だ。この辺りは5年くらい前に老師に修行で連れてこられた。俺の故郷ユミルから数時間ほどの場所だったはずだ。まあよかったわね。なんとか日没までに人里にたどり着けそうな感じじゃない。ああ、急いで向かおう。到着したらすぐにでも状況を確かめてみないと。この地響きは、この気配、近づいてきているのか。時代の魔導のゴーレム、凄まじい戦闘力を持っているやつよ。どうしてこんなところに。一旦逃げるわよ。生身で戦って勝てる相手じゃないわ。そうかもしれない、だが引くわけにはいかない。あんたね、ただでさえ本調子じゃないでしょ。そんなのは知ったことか。ここを乗り切らない限りみんなのところには戻れない。
だったら全力で立ち向かうまでだ。いないのか。クサはあと少しでユミルだって言うのに。もうだから言ったでしょ。下がりなさい。セリーヌ。やらせるかよ。これってオーバリアーツ。くらえ、エクセクルサイド。間に合ったみたいだな。とにかく無事で何よりだ。ええ、本当に急いだ甲斐がありましたね。リーンさん、お怪我はありませんか？アルフィン殿下、トバルさん、それにリーン兄様。大丈夫ですか兄様？こんなに憔悴しきった様子で。この子はエリゼ。嘘みたいだ。まさかこんなところで会えるなんて。兄様、今は喋らないでください。手当てをしてからすぐにユミルへ。よかった、本当に無事で。でもどうしてここに。その時、薄れゆく意識の中で俺の脳裏には声が響いていた。鋼鉄のように重々しくも、どこか懐かしい呼び声が。それはまさしく俺を運命の螺旋へと誘っていたのだ。何時力を求めるか。
ここは？セリーヌか。それに、やっぱりこの部屋。温泉郷ユミル、また帰ってきたんだな。少しぼんやりしているけど。じゃあ峡谷でのことは。何よ、寒いわね。って、あんた目を覚ましたんだ。ああ、ついさっきな。そちらも無事だったか。まあね、ついつい二度寝しちゃったけど。エリゼ、その、おはよう。って、そろそろ昼になりそうだけど。かけてしまったな。いいえ、私信じていましたから。兄様がきっと無事でいるって。お帰りなさい、兄様。ああ、ただいま。本当にありがとうな。朝からお暑いですわね。リーンさん、エリゼも。ああ、お邪魔させてもらってるぜ。アルフィン殿下、トバルさんも。やっぱり夢なんかじゃないんですね。もちろん現実ですわ。抱きしめたエリゼの感触が何よりの証拠じゃありませんか。まあ、目を覚まして何よりだ。どうだ、体の調子は。どこか痛むところはないか。お前さん、あれから一晩眠りっぱなしだったんだぜ。ええ、とりあえず大事はないみたいです。トバルさん、助けていただいてありがとうございました。あのアーツはなかなかいいタイミングだったわね。一応お礼を言っとくわ。どういたしまして。とにかくお嬢さん方を泣かせずに済んで何よりさ。トバルさん、父さん、母さんも。
冷えますから、温かいミルクをご馳走しようかと。はあ、お構いなくって言ってるんだけどね。私はここの湯気に当たってるだけで十分だわ。そういうわけには。何せ兄様を救っていただいたご恩がある方でもありますし。別に私が言ったんじゃないわよ。なんだか勝手にそう受け取ってるみたいで。兄様、どうかなさいましたか？でも本当、恩人とか言うのはやめてちょうだい。どっちかっていうとあんたには借りもあるわけだし。借り？あっ、なんでもないわ。いい感じにぬるめてあるし、ありがたくごちそうになるわね。
別に危害を加えようとして連れ込んだわけじゃないわよ。あんたが試しの扉に中途半端に反応していたからじれったくなったというか。あのガーディアンは本来関係ない人間は襲わないんだって。その証拠にあの子を前にしても微動だにしてなかったでしょ。今にも散々怒られたし悪かったと思ってるわよ。とにかく私セリーヌさんには本当に感謝しているんです。里にいらっしゃる間はお世話させていただきますから何でもおっしゃってくださいね。いや本当お構いなくでいいから。それとなんというか悪かったわね。比べたらだいぶ顔色もいいみたいですね。そんなとんでもない。素晴らしい温泉に風情ある雪景色、ルシアおば様のお料理も絶品ですし、この上なく堪能させていただいてますわ。さすがは我が親友エリゼが生まれ育った場所ですね。予想外のサプライズでリーンさんとも会えましたし、お、セリーヌさんなんていう喋る不思議な猫さんともお知り合いになれました。できればリーンさんが乗ったという灰色の騎士にも会ってみたいのですけど、今は眠っているのでしたっけ。いつ目を覚ますのかしら。
一員として、この程度のことで心乱すなんてあってはならないのに。お父様やお母様、セドリックやお兄様のことを考えると、あの恐ろしい日、セドリックと朝ちょっとした喧嘩をしたんです。夜には仲直りしようと思っていたのに、あんなことになってしまって、私妹さんに優しくしてあげないと。せっかくの兄弟水入らずの機会、横取りしてはエリゼに悪いですし。あ、そういう意味ではなくて、あ、もうリーンさんはずるいです。やっぱり私もリーン兄様と呼ばせてください、うん、とにかくお前さんを無事に助け出せてよかったよ。お嬢さんや皇女殿下も随分心配していたしな。ああ、それなんだが、実はお前さんの場所は俺が突き止めたんじゃなくてな、一昨日俺のアークス宛てにいきなり通信があったんだ。一方的にお前さんのいる場所を事細かに教えてくれて、そのまま切れちまってな。念のため調べに行ってみたら、案の定お前さんがいたわけさ。見当もつかないな。聞き覚えのない声だったし、いや、どこかで聞いたことがあったようななかったような。まあ、こっちの方はこれ以上考えても仕方ないか。今はまさに起こってる内戦の方が問題だろう。
します。その兄様がこちらへお入りになったと聞いて、せっかくですのでご一緒させていただこうかと。家族なんですからこの程度は普通です。兄様もいろいろあってお疲れみたいですし、せめてお背中を流させていただきます。私も露天風呂は久しぶりで、そのやっぱり風情がありますね。とても集合でいらっしゃいましたからね。お父様まで付き合っていたのはどうかと思いましたけど、兄様、そんな、私は別に。おっしゃってるんですか？資格って何ですか？そんなもの一体誰が決めるって言うんですか？守ってほしいとか恩を返してほしいんじゃありません。優しくしたり気遣うことに貸し借りなんてあるわけない。ただ兄様が好きだから、大切だからに決まっています。父様も母様もユン老師も七組や他の皆さんも、きっと私だって。資格がないなんてそんなこと言わないでください。そんなの兄様が気づいていないだけです。兄様は大切な人たちのことをそんなにも思っているのに、どうしてそれと同じくらい兄様を思っている人たちがいるとわからないんですか？思い出してください。兄様、別れる時七組の皆さんがどんな顔をなさっていたのか。
っとそれは兄様が士官学院で過ごして手に入れたものでしょうから。少しだけ七組の皆さんが羨ましいですけど。するわよ。どうしてここに？トバルさんに聞いて様子を見に来たんです。私にもリーンさんを元気づけるお手伝いができればと思って。おかげでいいシーンに巡り合ってしまいました。はあ、よく言うわね。タイミングを見計らってたくせに。私など必要なかったみたいですわね。身も心も開き合って分かり合う、これぞ兄弟愛というものかしら。ああ、焼けてしまいますわね。というわけで、私にもお背中を流させていただけませんか？これをきっかけにリーン兄様とお呼びできるかもしれませんし。もう姫様。とか機微なんてのは今一つ分かんなくてね。でもまあちょっと無神経だったかもしれないわ。許すとか許せないとかそんなんじゃないでしょ。ああもう何なのよあんたは。魔鋼兵、やっぱりまだ動いていたか。それにまずいわね、この気配。少しずつ近づいてるわ。
愛の騎士バリバール。ある程度まで回復しているみたいね。今度はもっとうまくやりなさいよ。ああ、分かってる。バリバール、改めてよろしく頼む。目標は前方、魔皇兵。承知した。ただし活動可能時間はおよそ300秒程度。心してかかるがいい。こいつが灰の騎士、トリスタの防衛戦で活躍したっていう代物か。本当に兄様が動かしているんですか。エイゼ、トバさん、ここは俺が引き受けます。一旦下がってください。わかった。お嬢さん、ここは危険だ。一旦離れるぞ。恥を一刀流、無敵の方。さあ、行くぞ。
それはまだ早いんじゃないかしら。この声は。まさか。クリアノス。デートとあの映像で見た。こんにちは、リーン君。デートのブティック以来1ヶ月半ぶりかしら。こいつは鳥が喋って。ビータにクリアノス、よくも抜け抜けと現れたわね。いいえ、こう呼ぶべきかしら。結社ミクラウヘビの第二使と青の深淵ビータクロチルダ使と結社の最高幹部か。セリーヌも久しぶり。妹さんと遊撃士さんとはお初にお目にかかるわね。グリアノス越しで失礼するわ。ミスティ、いえ、クロチルダさん、どうしてここが分かったんですか。こちらも君と灰の騎士の行方を探していたところでね。内戦が始まってから1ヶ月動向を追っていたんだけど、この地の魔公兵の稼働を感知してやっと居場所を突き止めたってわけ。うかつだったわね、こんなに早くバレるなんて。クロートの一騎打ちもこっそり拝見させてもらったわ。初めて乗った割にはよく頑張ったみたいだけど、正直実力差としては大人と子供の戦いだったわね。クロートあの青い騎士は今何をしているんですか。士官学院のみんなはあれからどうなったんだ。兄様。クローはいろいろと忙しくしているみたいよ。青の騎士、貴族連合のジョーカーとしてね。でも残念ながら君のお仲間のことは知らないわ。あの子もエマも身を隠しているみたいだし、そんなに知りたいなら。この音、銃声か。あら、早かったわね。アルバレア校の雇った両兵部隊、皇女殿下の身柄の確保も時間の問題かしら。両兵がユミルに。姫様が。
やってくれたな。そちらの動きについては私は無関係なのだけど。でも急ぐといいわね。一生懸命走ればなんとか間に合うかもしれないわよ。グズグズしている暇はなさそうだぞ。殿下や外のみんなが危ない。急いでユミルに戻ろう。はい。
中の音。里に火が。かなりのランクの弾が入り込んできてるのか。姫様。男爵閣下は生きてるぞ。待ってろ、すぐ応急処置を。こっちも気を失っているだけみたいよ。ええ、先ほど当て身を受けてしまっただけです。おば様、しっかりしてください。父様、母様。兄様、よかった。大丈夫ですか兄様。すまないエリゼ、俺はまた自分を見失って。いいえ、いいえ、兄様はちゃんとこうして戻ってきてくれました。それ以上に大切なことなんてありません。エリゼ、すまない本当に。おば様、大丈夫ですか。おば様、はい、おば様たちのおかげです。本当に、なんてお礼を言っていいか。やれやれ、こっちは平気そうね。ドバルさん、父様は。応急処置はしたが、それでもかなりの重傷だ。すぐにでも治療できる場所へ運んだ方がいいだろう。そんな。父さん。やれやれ、先走ってくれたものだわ。結社の第二子とまだ絡んでくるつもりか。一応心配になって様子を見に来たのだけど、しかしアルバレア校も面倒なことをしてくれるわね。よっぽど開演校を出し抜きたいんでしょうけど、さすがに切削だったわね。人ごとみたいに。そう怒らないで。お詫びと言ってはなんだけど、今後片付けをしてあげる。さあ、お眠り坊やたち。
母の腕に抱かれて愛の沼へと沈みましょう。このまま山を下りなさい。アルバレア港にはユミルに異常なしとの報告を。はい、ママ。あ、たまげたな。これが魔女の力ってやつか。騒がせてしまったお詫びよ。これでしばらくこの里は目をつけられないでしょう。この程度の埋め合わせじゃ許してくれないでしょうけど。そのミスティさん、あなたは。油断しちゃダメよ。この女はそんなに甘くないわ。え、目標を捕捉しました。完了しました。第一、第二目標と認定。任務達成と判断します。なんだお前は、一体どういうつもりだ。それにその人形はミリアムってこのあれと同じだが、あんたが連れてきたってことは結社の執行者ってところか。質問の意図が不明です。この子は結社の一員じゃないわ。とある筋から貴族連合へ送られた裏の協力者といったところね。帝国解放戦線に西風の旅団、そして我が見喰らう蛇と同じく。やばい名前を次々と。さしずめ、私は意地悪な魔女。この子は案内人のクロウサギといったところかしらね。誰ごと。クロチルダ様、撤退の指示を。この地にとどまる理由はありません。行きましょう。ふざけるな。二人を離せ。すでに物語は始まっている。あがいて苦しんで幾多の試練を乗り越えて、青の騎士の待つ舞台に見事たどり着いてみせなさい。楽しみにさせてもらうわよ、リーン・シュバーツァー君。待っていてくれ、二人とも。絶対に、絶対に取り戻してみせるから。
何が見えるかね。これは開炎光、それに青の騎士殿。どうかね、ルーファス君。遥かな高みから地上を見下ろすというのはなかなか愉快なものだろう。それが勝利の決まっている戦場の空ともなればなおさらに。いえ、私ごとき若輩者にその余裕はとてもありません。今この時も地上は戦火と硝煙の匂いに満ちている。それを思えば領民たちのことが気がかりでもありますから。その若さで何とも思慮深いことだ。さすがはアルバレア公自慢のご子息といったところか。お父上も君の働きぶりにさぞ鼻の高い思いをしていよう。もったいなきお言葉。未熟な身ではありますが、主催たる閣下の期待に添える働きをさせてもらう所存です。頼りにしているよ、貴族連合軍総参謀殿。混乱にあえぐ民のためにも我々は力を結集し、迅速に戦を終結に導かねばなるまい。今後の戦略はまとまっているだろうね。帝国全土の支配率は今や6割に達しています。ですが未だ正規軍も5割の戦力を残している状況。残存する機甲師団を東西でいかに分断するかが今後の鍵となるでしょう。結構そのための君であり、機甲兵部隊というわけだ。オーレリア将軍にオーレス准将、両方軍切っての英雄たちもいる。歌姫殿や多くの協力者たちも我々に力を貸してくれている。勝利は目前、そう思わないかね、クロウアームブラスト君。どうだかな。言っておくが、鬼神だって万能じゃない。ガレリア要塞を消滅させちまったクロスベルの神器だったか。あそこまでの非常識な力はさすがに持ち合わせていないしな。我らが騎士殿は随分と謙虚なことだ。ま、今はクロスベル方面とわざわざことを構える必要はない。ヒリアス・オズボーン。愛おしくも忌まわしき我らが宿敵はすでに倒れた。当面は帝国という器を濁らせてきた泥水を徹底的に洗い流すとしよう。貴族による支配というあるべき姿を取り戻すためにもな。御意に。そうそう、もう一人の騎士についてだが、そちらもなんとか引き込めないか策を講じているところでね。しきたる君にも協力してもらうかもしれない。ま、考えておいてくれたまえ。了解だ。そこまで甘くはない、そう言わんばかりの顔だね。まあな。鉄道憲兵隊に情報局、正規軍以外にも厄介な連中がいる。赤き翼も取り逃がしちまったし、それ以外にも動きがありそうだ。あんたの弟もそうだが、甘く見ない方がいいんじゃねえか。せいぜい公爵家の気骨を見せてもらうだけさ。我が弟もそれくらいは心得ているだろうしね。それに、それを打ち砕くための諸君だ。そうではないかね。だがこれも戦場の常。まあせいぜい派手に盛り上げさせてもらいますわ。
私たちはあくまで一時的に協力するだけですわ。美しき花火が存分に見られるといいのだが。まあ、ほどほどに手を貸してやるさ。確かにこの化け物ども相手じゃ万が一もありえねえか。そういうことだ。獅子戦役の再現、裏側の方は君たちに任せた。相手は子供たちに赤き翼、そして遊郭の若獅子たち。それでは存分に心ゆくまで盛り上げてくれたまえ。Yeah.